で、構図って言ったときいろんなのあるよねっていう話で言うと、まあ、典型的な構図っていうと、例えばその等分割だとか、まあ、あとはでこうで絵で見るとこんなやつですよね。これ時代国史のやつですけど、見事に等分割になっていて、これは5等分割になってますけど、きれいに線が大事なところに全部入ってるとか、それとかラバットメントっていうのを実は我々結構見ていて、ラバットメントってこの四角形、長方形の中にその短辺を辺とした正方形が2つこうやって入るんですよね。で、これのこの交点っていうんですかね、こういうような線が、ここのところに結構主題が入ってくると、構図としてお付きやすいんですよ。で、例えばこのオランピアとかがまさにそういう構図だったりするんですけど、こういうのは実は見ています。で、あと、斜線対角線方式っていうのがあってですね、これは日本の絵とかも結構多いんですけど、こういうところも見ていて、例えばこれはそのキリストのやつですけども、こういうやつですね。見事に大事なところがシャッとこう、がっつり入ってくるっていう、斜めの、長方形の斜めの線ですね、斜線に対して、もう一方の角から直角に線を引いた。ところにこうどういうふうに合わさってくるかって、これ実は見てるんですね。で、これはこういうルノワールの有名ネーム、実は同じような構図になっていて、ここら結構こういうふうに、いわゆる名画って言われてるやつですかね。で、こういうやつの構図っていうのは、すごく参考にしていて、写真を選ぶときにも見るようにはしてます。まあ、例えばこれとかそうですね、アンリ・カルテ・プレストンのやつとかって、もうまさにこの対角線方式ががっつり入っている。で、これをその当時のカメラで、しかも人が動いてる中で撮ってるので、まあ、アンリがこう構図の神様みたいなことを言われたりするのはこういうことだと思うんですけど、で、こういうような目線で見てます。